2連勝中の愛媛、3連勝中の千葉、千葉からのポゼッションです。今年は守備を鍛えている安田ヘッドコーチ、前田、平が狙う、スリーポイント決めてきました。ただラッシュをかけたい千葉、大塚からデイビス、フローター気味に行きました。サッカーヘイモンドはこの試合まで平均得点が 17.5 得点、ファールがありました。ナルシスのファールです。リードしている千葉は急ぐ必要はありません。ファールパス、ゴーサンド、コーナー2です。落ちました。もう一度千葉のボール、デイビス、スリーポイントが決まります。キムノと奥田、奥田はパスにする、求人決めました。ようやく久しぶりに愛媛の得点です。越野が前を行きますが、そこは渡さず振るの、今越野スリーだ、できました。越野後半の入りは愛媛が圧力をかけています。フェイラウェイ決めた、連続得点。さあ愛媛のディフェンスがこの時間は生きています。バンドパスから走り、速いフックシュートを決めてきました。入ろう、ここも落ちる、杉本ラインを見てスリーを狙う、決まりました。大崎、木田、走り、愛媛のディフェンス2人で行く、強引に来ました。ブースターが入るという人気のアルティーリ千葉、しつこく行きます。バスケットカウント、これはスピードがある、リムアタック、決めた、目下売り出し中。星野、サッカーヘイモンド、ダブルチーム、バンクショットで決めた。奥田、前が空く、奥田のリムアタック、リバースから、スピンムーブからフローター、グランドアシュリーです。残り時間がなくなってきます。ここで試合が終わりました。82対102、やはりこれが東地区 C の強さ、